はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでリーヤさんですね。はい、サッカーのファイネスト2つですね。で、開封は今日行いますが、もう出荷締め切りが終わってまして、明日の扱いとなりますのでよろしくお願いします。これが入ってるんだよね。ちょっとビニールだけ先取っておきます。はい、じゃあ片方ずつ開けていきます。でまた箱に戻してお送りしますので、はい、じゃあ開けていきます。いや、開けやすいパックになってますね。うん、何回も言ってたんですけどね。はい、アントニーのリフ。結構コンペティションに入ってないルーキーとかもいますね。あ、サインだった。はい、モハメド・ダラミーさんですね。で、この人もグリーンなんですよ。シリアルかなと思ったら、ね、バリオさん。うん、サインとシリアル一緒に入ってるパターン。125ですね。なんか10が多いんだよな、今日。うん。よいしょ。シリアル10が多い。で、シリアルもこれ結構出ますね。はい。藤原さんと、青。はい。レオン・キングさん。250。レンジャーズ。ね。いや、でもやっぱ5、6分置いとくだけでも、はい、すごい勢いでご注文が入るので、よくあのね、まあ、あの海外の著名人ほどのこうね、ビロ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 っていうほどじゃないですけど、まあでも数分間はそれに近い状態。パープル。お、インサートのシリアルだ。しかもアルバレス。はい。ね、しかも一緒にこう入ってる。プライズドフットボーラーズのパープルのシリアル。シリアル3、4だな。あ、こんな出んの？なんかさっきも結構出るな。2箱、さっきは2箱でシリアル10枚だったんですよ。片方ですげえ出てる、これ。エンバッペさん。エンツォ。ねえ。ちょっと待ってね。サインとシリアル4ですね。すごいな。こんな出んの？うん。またシリアル。はい。ルーキーですね。250。クレムさん。ドック君だ。で、ジュニオールか。コンペティションの、イタルキープラス、あ、またシリアル。275。テアシュテーゲンさん。あ、サインだった。はい。あ、リゲールさんか。はい。なんかね。はい。コンペティションにいましたね。うん。アヤックス。2003年生まれか。オランダだ。おー。ポジションは書いてない。ミッドフィルダーか。あー、なるほど。めっちゃシリアル来るね。はい、今度ベンゼマさんとエンクンくん。エンクンくんですね。店長は一生ヌクンくん。あ、これ、さっきも一回出たな。ザ・マンってやつ。はい。あ、また古橋さんだ。ピンクだけど、あれ？さっきシリアル。あれ、これピンクが通常？リフ？リフだな。
リフですね。ピンクが通常か。あ、さっき青かったんですよね、下が。シリアルないもんね。ないですね。うん。はい、古橋さん来ました。もうちょっと出現率わかりませんけど、この前の方も出ました。はい、デルピエロか。フライズドフットボール、あのサイン版もありましたよね、毎年ね。エリオット、あ、アルバレス、はい、うん、なかなかですね。っていうか、ちょっとこの箱だけでちょっと一回片付けていいですか。なんかシリアルがめっちゃ出たような気がするんですけど、何枚出たんだろう。すごいロード扱うなってさっき、はい、ちょっとボソって言っちゃったんですけど、この箱もめっちゃ使えますねなんかすごい出たような感じ。さっきは2箱でシリアル10枚だったんですよ。いや、すげえ出てる。あ、こんな出んだ。あと店長のお店がね、決して安いというわけではないですよ。はい、あの安いわけではないです。まあ並行輸入とかしちゃうとあのくらい値段になっちゃったりとか、あ、分からなくはないけど、はい、ちゃんと窓口がどうかというところですけどね。はい、1,2,3,4,5,7枚、シリアル7枚、すごいっすね。7シリアルで、ザマンの古橋さんとね、すごいね。こんな出んだ。これだけでもうちょっと入れとこう。入らないもん、ほら、いつもこれに入るんだもんちょっと10番使わないと入んないよ。大量ですね。はい、じゃあ200年いきます。あ、これすごいな。こんなシリアル出るのもあるんだ。シリアルの波はあるのかな。どうなんでしょうね。さっきの10が少ないってことなのかな、逆に。どうなんですかね。まあ一箱5枚ってことですよ。一箱5枚で少ない方になっちゃうのかどうなのか。またシリアル来てる。はい、エリオットさん、ドク君ですね。リーフ、シリアル連チャン継続中か。また来てる。でもこれ、グリーンのウェーブとかってサインの可能性も高かったよね。来ます、せーの。あ、サインだ。カマビンガ、はい、99シリです。うん、レアル。まだ彼二十歳以下でしょ。なったっけ。なってないよね。またシリアル来てる。すごいな。はい、デンベレさん。普通ミニボックスでシリアル出ても2枚だよね。ラモスさんで、なんか見覚えはあるな。どなたでしたっけ。あ、インザーギさんだ。ちょっとサインが飛び出ちゃうかなっていう、ね、はい。茶色っぽいよ。何これ。
なんすかこれ。あ、ブロンズ？岩田さん、ルーキーだ。あ、こっちハランド。はい。ブロンズなのかな ?75 シリアル。はい。入ってんすね。初？フェリックス。エメリー。はい。これでサイン、もうシリアルついて、シリアルが3枚です。ですので、よいしょ。はぁ。こっちも3出たら6か。200でシリアル13とか14とかなるんだ。うまくいくと。まあもっと上があるかもしれないですけどね。メッシ。で、ルーキー、リフ。ちょっとどうかわかりませんけど。あ、サインだった。あ、ムドリク。覚えた。店長覚えましたよ。ムドリク。はい。うん。ね。まだまだ今成長してるところでしょうから、やっぱり。まあ25ぐらいまではこう、まあサッカーの場合はちょっとね、早い感じがしますけど、完成が。まあ22、3ぐらいまでには何とかしないといけないかなっていう感じですよね、サッカーの場合はね。はい、250。野球は25ぐらいまでこう見てくれるんだったら、25までこうトレーニングしながらやっていけばいいのかなっていう感じはしますけど。デミンさん。はい、ルーキーだ。はい。ステファン君、199。まあ、サッカーの場合はどんどん競技人口が多いからね、次から次へとこう下の選手が出てくるから。あ、またブロンズっぽいやつだ。はい、手足低減。75。やっぱこれもシリアル3ぐらい来てますね、多分ね。200でシリアル13。はい、モレイラ。ハタフ。2箱目もすごいですね。6枚ぐらいシリアル出たか。こんなもんなんなん？なんなんすか？こんなもんなんなんっていう。ね。こんなもんなんですかね。このぐらい出るんですかね。普通に。サインもね、2箱目ムドリクでしたし、期待の若手ということで。なるべく、はい、綺麗な。そっか、カマビンガのグリーンウェーブとムドリクだ。あ、これは組みやすいですね。はい。ということで、3、4、5、6だ。7の6？プラスザマン？ 77 で14。ヒットみたいなもんですね。こんな出んの？ちょっとわかりませんけど。はい。となりました。はい、200目もこれ入るかな。入らない、ほら。ね。はい。もう、大袋行ったらもう、大入り袋と思ってください。普通はあっちの9番で入るんですけど、はい、10番じゃないと入らない場合はもう大入り袋でございます。はい、ってことでまたぜひね、チャレンジしてください。ありがとうございました。